トイ -451 とは、地球からエリダヌス座の方向に約123.74パーセク離れた場所に位置するウオザエリダヌス座恒星ストリームに属する恒星である。3つの太陽系外惑星が周囲を公転していることが知られている。トイ -451 の年齢は1億2000万年とされている。トイ -451 は、 トイ五十一 b というスペクトル分類が M 型の赤色 YZ の連生系である。トイ五十一の半径は太陽の零点八三倍、B は零点五九倍であり、温度はそれぞれ約五千五百三十ケルビン、約三千五百八ケルビンである。トイ五十一 b は A から約四千七百天文単位離れた位置に存在しているが、 赤色矮星が2個存在する連星である、可能性もある。2021年1月、トイ -451 の周囲を公転する3つの惑星が発見された。トイ -451B はスーパーアース、トイ -451C とトイ -451D は海王星型惑星である。惑星の年齢は若いため、 これらの惑星はまだ進化の途中段階である可能性がある。これらの惑星はハップル宇宙望遠鏡やジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による透過分光法で大気を観測できる可能性がある。また、トイマイナス451には主星から約5天文単位離れた位置にゴミ円盤が存在するとされている。ゴミ円盤はネオアイズによる観測で発見された。 ありがとうございます。